い、お疲れです。嫁です。新陳代謝じゃじゃあということで、今回は初米米クラブさんの初なんです、シェフをやってみました。待って、シェフ、え、シェフ、80年代を中心にやってるけども、80年代といえばもう米米クラブさん、今日はあの有名どころの2曲、例えばとか、ロマン飛行あれって90年代じゃない？あ、そうやね。だから80年代から90年代って感じやな。だってそもそもそうやね、80年代の後半やから。これね、このシェイクヒップは2枚目のシングルなんですけど、これ2枚目なの？そうだね、そう、意外だろ。私もめっちゃ意外やってん。そう、編成がね、石井達也さん、ジェームスさんと、あのベースの方が学生時代文化学院のサークル仲間だったので、で、まあ卒業と同時にこうアマチュアバンドからやけど、でももうな、やっぱりな、もう濃いやん。もう石井シャン、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 石井シャンとめっちゃ仲良しやな。うん、ジェームスシャンだけでもなんか濃いやん、もうキャラが。だからアマチュア時代からも割とメディアとかにはバンバン出てたらしいよ。なんと8月にロマン飛行トリビュートアルバムなるものが発売されるらしい。どういうこと？すごいね、全部ロマン飛行、いろんなアーティストさんがってこと？はい、全部ロマン飛行で、ご本人、石井達也さんソロもあって、鳥が最後が米米クラブ。ご本人さんたちも入るの？入るなトリビュートなの。うん、誰が？あとはスカイピース。ほう、YouTuber。 はい、普通にびっくりしたわ。ショコタン、ご結婚された最近。あー、されたね、おめでとうございます。歌上手よな、ショコタンな。アリさんもめっちゃカバーしたもんね。うん、あとはな、ユウスケさん。あ、うん、ヘキサゴン、ヘキサゴンファミリー、ヘキサゴン丸亀シェイクの歌ってはる。あー、そうは分からん、あ、やほんまや、あ、おるかもしれんね。そうそうそう、君さらっと言うたけど、これ今回なんでシェイクヒップにしたかというと、そう、今ね、丸亀製麺さんで、やってるんですよ、ふるふる簡単もっちもちシェイクうどん。それでな、私 YouTube も好きだけど、配信も好きなんです。生配信を見るのが暇つぶしで、毎日毎日見るんだけど、それで結構ね、皆さんやってたのよ、このふるふる。うどんを食べてたってことね。そうで、うどんを食べるにあたって、やっぱりわ、こんなんやってるわっていうので、シェイクダンスみたいのをやるみたいな企画とかな、そういうのがあって、で、見たらこの曲だったから、うわ懐かしいと思って、まあ、いつか米米クラブやりたいなとちょっと思っとったから、まあ、タイミング的にいいかなと思って。でもライブ行ってもね、まあ言うて、まあ、1、2を争うぐらい盛り上がるよ、シェイクは。掛け合いあるやろ、掛け合い映像。ああ、お客さんとのな、うん、そう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 、やっぱりそういうのは盛り上がるよね。1ヶ月前とかやったら、プッキーが五本家さん、うんうんうん、元気やな、元気やなとかじゃなくて、1ヶ月前やったら、いや、それこそ丸亀製麺のやつに合わせて、うん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 、あ、なるほどね、アップしたでしょ。なるほど、元気だなって1ヶ月前にその時期には。じいさんはね、またイケメン、イケメンや、日本人離れしてるよね、稲葉さんも。日本人離れしてる人多いな、米米クラブ80年代のイケメンアーティストたち。あー、確かにな、濃い系が多いね。で、後になんかだんだんあっさり系が入るときは塩系みたいな。塩系っていうのは多分古いけどな。醤油顔とあれやよ。醤油顔は昭和の言い方や。ソース顔。ほ、うん、まあ、で、まあ、今回は丸亀製麺の製麺さんのこういうあの CM ソングになったんですけど、で、元の時代というか、まあ、その80年代ぐらいの時はなん、どうやら味の素の CM で、なんかご本人も出てたみたいな。なんかな、私、うる覚えはなんか、まあ、出るでしょうね、それ。でも曲だけのが多くない？丸亀製麺の、あの CM のメイキングの動画とかあったけど、それに出てはったで。あ、そう、ええ、センス持って、わあ、センス持ってそう、いいねみたいな、持ってそうやな、持ってたやってたから、うん。はい、ということで今回は初米米クラブシェイクヒップをやってみました。この動画がいいなと思っていただいた方は、はい、グッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。つがいでした。丸亀うどんに行こう。丸亀製麺な。